すごい、こうやって僕らは暑い日、太陽の日とかはこうやって日陰で冷やしうどん、冷やしうどんを食べたりしてます。で、もちろんその時にサーフボードはこういう風に保管しますね。日陰の下の、さらに車の下。どうですか、サーフボード買っても全然暑くないですよね。全然暑くないですね、これ。こういうので剥離はしないです。こうやってジュースとかいい置き場にもなるんで、やっぱこういう外に置いてしまうとやっぱ剥離してしまいますね。これから気をつけないかんですね。これからっていうか、まあ、やっぱり6月から9月までは一番危ないですね。剥離する、剥離する日陰は知識を使えばいくらでも作れるので、こういうふうに皆さんサーフボード保管してください。安くない大事な大事な板やと思うんで、日陰の中に入れるのが一番いいかと思います。よし、冷やしうどんがうまいです。どうですか、日陰の中で食う暑い日の冷やしうどんは。最高ですね。最高ですか。これがやっぱ一番ですよ。これが一番ですか。これが一番です。冷やしうどん、竹天、はい、鶏天竹天もらいます。はい、どうぞ。って言われて、でも磯辺揚げがうまいんですよ。うまい。で、がっつりサーフィンすると、うん、休憩してね。はい、やっぱ日陰で休憩しないと体力戻らないんで。そうです。楽しいじゃないですか。緊張感ありすぎて。緊張感ありすぎて。